ワールドフィナンシャルセンターのノースコーブ、BBC フェリーターミナル及び、ニューヨークマーカンタイル取引所がある北を望む、バッテリーパークシティフェリーターミナルは、ニューヨーク州とニュージャージー州の港湾のフェリー、水上バス、遊覧船にスリップを提供している。ウキドックは、ハドソン側に置かれ、マンハッタン区、バッテリーパークシティの BG ストリートとつながっている。 ターミナルはワールドフィナンシャルセンターに近く、この名を借りてワールドフィナンシャルセンターフェリー、WFC フェリーターミナルのように開業以来名付けられている。所有するニューヨークニュージャージー港湾公社によって委任されており、施設は1989年から始まった路線用の鳩場と交換するため2009年にオープンした。ターミナルには 4つの曲がった鳩場と2つのスリップがある。単動線の構造は世界最大の種類であり 0.75A 間の土地が含まれている。この2つのタワーは水表面から75フィート以上下の岩盤に怒りを下ろしている。ターミナルは市営の1989年から営業を始めている NY ウォーターウェイとリバティウォータータクシーによって使用されている。 ゴールドマンサックスは川の両側にある職場を結ぶため2隻のフェリーに移任しており、これは従業員と従業員以外の両方に使用されている。シーストリークはラルタンベーショアと結ばれる11号埠頭ウォール街へのシャトル路線をピーク時に運営している。ありがとうございます。